るからね、それ。怖いよね。ガー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 ガママです。今日はパパです。一人で三役かい。今日はね、インスタグラムの方にこんなコメントがありました。かごちゃん最近髪の毛をふわふわにしてるんですけど、パーマかけたんですかみたいな質問があって、答えはただ三つ編みしただけです。そう、かごちゃん最近貧乏パーマにハマっていて、夜寝る前におさげにして寝るんだよね。上の方からしちゃうとここからバッカンってなっちゃうから。そうで寝て朝起きて撮るとふわふわ。かほちゃん自身はそれで満足してらっしゃるんですけど、ちょっと今回は面白そうなヘアアイロンをいっぱい買ってきました。こちらです。じゃじゃん。ちょっと試してみてどんな感じなのか。これが何かがわかる。これはね、お箱箱がね、そうね、高級そうだよね。まずこれ、温まるヘアアイロンがついてる櫛なんだって。そしてこっちが一遍に3つカールを使うことができるヘアアイロンですね。いかついよね。なんか1個で良さそうな。でも1個だったらキュル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 ってしなきゃいけない。これだったらパカンパカンパカンできるってことなんじゃない。熱かったらね、パカンパカンできる。で、かほちゃんが一番興味があるのはこれだって。それ80年代風のソバージュヘアを作る用のヘアアイロンなんだけど、今年ちょっとね、昔っぽい感じのソバージュを作るのが流行ってるみたいなんだよね。こんな感じに。なんでちょっとママがすごい興味があって、かほちゃん似合いそうだなと思ったんで買いました。やったことないです。そして最後は定番の縦巻きカールがボタン一つでできちゃうっていうやつ。ピッて押すとビーって髪の毛入ってる。気づいたらうわっになってるわ、素敵ってなるみたいなんだよね。でもさ、この写真では綺麗にできてるけど、髪が固まってるからうまくいかなそう。これは多分絵だね。まあちょっとうまくいくかどうかも合わせて、かほちゃんと一緒にありかなしかやっていきたいと思います。イエイ。じゃあまずどれから。これやっぱ一番やりたいって言ったらこのソバージュ風カールからいきますね。じゃあアシスタントを呼びましょう。はい。ハンガーパンツ。これ何ですか。今流行りのハンダーパンツ。どういう意味なのハンダーパンツ。これはアンダー線の話題声。アンダーパンツとハンドをかけたダジャレのハンダーパンツ。それ同じギャグじゃん。いや、これからちょっと用意してもらっていいですかパパ。あ、違った、アシスタントさん。じゃあ、ハンダパンツ。もうこれはね、本当に簡単だよね。普通にこう、ただ挟めばいいだけ。ただ、カールっていうよりもふわ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 っていう感じ。あ、もうついてる。もうスイッチとかないね。電源させたら、ピッと熱持ちます。うわっはっはっは。すっげー狂気になるからね、それ。全然なんか、温まんないけど大丈夫かな、これ。ちょっとチェックしようか。170度になったらここが光るんだよね。絶対嘘じゃん。いや、熱いよ、相当。なんで触るのよ。スイッチもなんもない。怖いよね。パパ、本当にやめてください、危ないんで。いや、相当熱いよ、これ、もうすでに。もういいんじゃない、ダメなの。じゃあやってみよう。で、挟んで10秒待つ。え？何これ。でも思ったよりウェーブがちっちゃい。なんか想像してたのとママ違うかも。言葉にならない。初めてだね。怖い。うわ、これ可愛いのかな。写真の人なんかもっと大きいよね。
なんか全然想像と違う。うわー、何これ。いや、かわいいよ。もこもこもすごい、ほんとテンパみたい。テンパみたい。流行りって言われてる、こうやってる人のはもうちょっとウェーブが大きいような気がするな。ゆるくやってみる、うん、なってる。なってはいるけど、かわいいかどうかはちょっと別かな。くそ、かわいいのかな。わからない。ちょっと一応片側全部やってみる。こんな感じになる。どう、かわいい。いや、いいと思いますね。これはなんか結構好みが分かれるかなっていう。いや、エキゾチックパーマ、まあ、ただやっぱママはあんま好きじゃないかな。めっちゃ楽しい。これタッチする気持ちいい。モコ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 ってなってんだよね。ちっちゃすぎて見えない、まあ、写真の出来とは全く違うよね、ぶっちゃけ。次どれいきます。どれですか。デカカードいきましょう。じゃあ今度はこっち側行こう。これはね、もう見た目がいかついてる。普通のヘアアイロンが3つついてるみたいな、ラケットみたいな。これちょっと家具には重くて多分挟めないから、パパが挟まないと。あ、今温度が上がってる。こうやって挟むってこと。こうやってしとく。こうやってしとく。出来上がりはこの子は乗ってまないですね、写真。だからちょっとどんな風になるか全然わからん。これは何？多分スタイルが何個かあって、ママはこのビーチクリーム。一番カールのでかいやつを買ってますね。これは32ミリ。じゃあ行きます。うん。じゃあ気をつけて。その腕が怖い。パパ、そういう怖いことしないで、本当に。この絵？そこ、うん、ガーッ、うわー、挟んでくる、見て。やめてガーッ、ガーッ、こっちがウェーブみたいな。これなんかいいんじゃん。よそそげ。出します。はい、3。なんでそんな声になってるの。かわいい。ナチュラルな感じのカールが出来上がったね。なるほど、これはいいかも。これしかも簡単だよ。あ、普通にこれいい匂いする。いきます。はい、セーブ来たわ。ただし、ハコちゃんにはちょっと重くて、挟むやつ開けるのが難しい。ただこれだったらパパもやってあげられる。そうだね、ああ簡単だね、これ。これは優れもの。ああ、こちらの商品ありですか、なしですか。ありーありー。やっぱ、貧乏パーマをするよりカールが綺麗だと思う。顔気に入ってて。こっちも捨てちゃえ。これにして一回まっすぐ伸ばしそう。ヒートアイロンブラシってなんか日本でも流行ってるみたいで、こうやってビーって解くだけでまっすぐなるからいいねみたいな感じ。お腹すいた。おピッて言った。じゃあこっちのダサい髪を捨てましょう。よっ、まっすぐなるから。さすがにここまでアイロンかけてたらなんだ。あら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 、あー、若干まっすぐなってる、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 なってる。いやでもやっぱアイロンかけてる。こっちを試してみようか。じゃあいきまーす。おおおおお、若干まっすぐなった。何その微妙な感じは。ストレートアイロンだとまっすぐなりすぎちゃうじゃん。だからなんか軽くこうまっすぐしたい人用だと思うんだよね。こちらの商品ありですか、なしですか。普通の櫛に毛が生えたような、なんかいまいちですね。楽しみにしてた自動カール機、すごい、こんな風になるんだって。出来上がりの自動でできんの。ビーって巻き取るんでしょう、多分。そんなの無理に決まっちゃう。まだ騙されたんじゃないの、これ。騙されたの、私は。
まだ1個だけよ、まともだったの。楽しみに見てたのに。ねえ、パパが全部ぶっ倒した。これだったらカホでも使えるかもね。ヒートの部分が中に入ってて熱いのがここだけだから、ここを触るってことはあんまないもんね。ほんとだ。ねえ、このカールをただ取りたいだけだね。これは相当嫌だったね。あ、よし来た。よし、カホちゃん行こう。え、いや、うお、やば、うお、やべえ、爆発？ちょっと煙が、あ、オッケー、うわー、すごい、なんかデカールになってる。すごい。3、2、1。ちょっと引っかかった。綺麗にまっすぐ入れてあげないとここが絡んでるんだ。あ、綺麗にしてから入れてあげないと。おい、でもやっぱ先の方はカールが弱くなる。これ自分でやってみたらな。おい、いやー、え、一番上手じゃん。いいじゃんこれ。どうか。パパにやってもらいたい。どっちがいい、どっちがいい。どこ、もうパパに結構コツが分かった。いきまーす。うまい、これうまい。上がね、アイロンが強いんだよ。やっぱ掃除するとやっぱ上がどうしてもカールが強くなって下が弱くなって。こちらの商品ありですか？あり。言っていいですか？え？ママはなしっす。髪の毛の量がすごい限られるから細かい縦がいっぱいできちゃう。そうするとやっぱどうしても爆発したみたいに見えちゃうから、そういう意味では今回はやっぱナンバーワンはこちらですね。なるほど、カホのナンバーワンはやっぱりそうでしょ。いかついけど。というわけで今日はカホちゃんのカール作りに挑戦してみました。